簡単。最近ね、海水魚、水槽、海水魚に凝ってて、今回購入したのはタコ。タコくん。ちょっとこれ、破っちゃおうか。よいしょ。うわ。うわ。うわ。ついちゃった。すげえ。いや、やばくない。こちらはイイダコになります。で、イイダコってまあ、20センチ、最大で30センチぐらい、そこまで大きくならないんだけど、うわ、もう手ちぎれとるよ、手ちぎれとるよ。寿命が1年しかないんですよ。なので、まあちょっと、まあそんな長生きしないんだけど、まあ1年間ペットとして飼えればいいかなと。うわ、すごくないこれ。見えてる、これイイダコくん。寿命は1年しかないですね。短いですね。うわ、生きがいいの。でもね、2週間前から海水の水槽を60センチの立ち上げてて、ちょっと水作ってやるんで、まあそこで飼育していく。うわ、すげえ。これちょっとタコ8本腕があるんだけど、1本ちぎれてんだけど、まあこれ800円で買ったんで、800円で市場で売られていたイイダコ1匹購入しました。うわ、水吐くねこれ。うわ、かわいい。めっちゃかわいいんだけど。へえ、こんな感じね。いや、やば、すげえ。ちょっと移動するからね。泳ぐんだね。うわー、すごいすごいすごい。あんま触ると痛むといけないから。うわ、すごい。これで水吐くんだね、あえて。うわ、ちょっと水槽移動してこう。錦鯉も飼育してます。ちょっと今水替えしたんでね、ちょっと濁ってますけど。うわー、すごいでしょこれにね。もう2週間前から水作りをやってて、で、水、これ海水になってるからね、はい、こういう感じ。よいしょ。で、これが重要なんですよ。これで塩分濃度を測る機械なんですけど、これが真ん中の辺ね、うん、この辺 1.2 から 1.24 かな、まあ、この範囲が海水の塩分濃度なんで、イイダコくんも食べられる運命だったんだけど、まあいい人、僕1年間だけですけどね、うん、いい人に巡り合ってよかったねって言いたい。ペットとして飼ってあげるから。分濃度の違いをちょっと今調整してってますね。ちょっとずつ水合わせしながら、やっぱり塩分濃度が違ってたりするとあれなんで、水合わせ終わったんで、もうそろそろ入れていきますよ。うわー、イエーイ。ちょっと馴染んでよ。よっしゃ、じゃあ、ふわー、うわー、うわー、イエーイ。泳いだ、いきなり泳いだ。お、あ、いきなり色変わった。怒ってるのかな。イイダコです。携帯模写って言って、なんだろう、その地面の色に合わせるんですよね、こういう生き物って。外敵に襲われないようにね。一応これはイイダコで、食べれることもできるし、食べたらすごく美味しいそうです。ただペットなんでね、食べないですけど。ちょっと落ちずに、この環境の変化で結構落ちたりすること多いと思うんですよ。なんでちょっと、まず餌は1週間ぐらい与えない方がいいね、こういう場合は。うわー、すげえイイダコ動いた。ちょっと手入れてみるよ。ちょっとこっちおいで、こっちおいで、こっちおいで。ふわ、吸盤がすげえ。うわー、うわー、うわ、やべえ。うわかわいい。ちょっとごめんね、これね、触っちゃって。これ色変わったでしょ、色が変わった。
ちょっとこっち来て撮影のためにね、もう触んないからね、もうあとちょっとだけ触らしてね、観察させてね、こんな感じで、ああやって泳ぐんだ。あ、隠れ家なってるね。うわ、威嚇してるね。よ、仲間だよ、仲間だよ、大丈夫だよ、食べないから。うわ、ちょっと裏側見てみましょう。こういう機械しか見えないからね。うわ、結構パワーあるな。うわ、吸盤取っちゃった。吸盤が吸盤を取っちゃった。うわ、これ泳ぐのか。うわ、はい、もうこんなもんにしよう、触るのはね。ちょっと触りすぎた。まあ、これでちょっと安静にしてもらって、これは、いやー、すげえわ。はい、じゃあまたこのね、タコくん、うまく育てられるかちょっとわかんないですけど、ちょっと頑張ってみます。もう立ち上げてますからね。で、もうこういう感じで、まだちょっと露材も入れて、まだちょっとバクテリアが、ちょ、海水魚飼育僕あんまやったことないんで、まあちょっといろいろ勉強しながら、タコをうまく育てられるかどうか。あと脱走を気をつけないといけないな。タコなんでこんなんグリグリグリってピョーンって脱走するよね。なんでこう完全に蓋をして隙間がないようにやっとかないと、1ミリでもあったらもう体柔らかいからさ、1ミリ隙間があったらそこから出ちゃうからね、多分。ちょっとそこも研究してちょっとやっていこうかなと思ってます。それでは皆さん、タコ飼育開始です。でね、隙間なく、ちょっとあと重し跡できちんと乗せて、隙間も脱走するからね、多分ね。わー、馴染んでくれたかな。うわー、いいダコ、大丈夫かな。うわー、すごい可愛いな。